寺山修司12月10日から1983年5月4日は、日本の歌人、劇作家、演劇実験室、天井さじき主催。言葉の錬金術師、アングラ演劇四天皇の一人、昭和の卓木などの異名を取り、上記の他にもマルチに活動、膨大な量の文芸作品を発表した。競馬への造形も深く、競争場の場所になるほどであった。 1935年12月10日、父、八郎、母、初の長男として生を受ける。八郎は、東欧義塾弁論部 OB で当時広崎、警察署勤務。父の転勤のため、県内各所を転々とする。本人は、出生について、走っている列車の中で生まれ、ゆえに、故郷はないなどと記していたが、初と元妻の九条京子をよれば、 青森県弘前市高野町を生まれとされる。戸籍町は1936年1月10日が出生日となっている。これも初によれば、父の仕事が忙しく、産後保養していたためという。ただし、戸籍の出生が正しいとの説もある。本籍地は青森県上北郡六の辺村。1941年、青森県八の市へ転居。八郎出生のため、 初と三沢市へ疎開。彼女は、その後九州で働くために、青森市の親類に、修士を預ける。青森市マリア幼稚園入園。1945年、青森大空襲により初と共に焼け出される。9月に、八郎が、セレベス島で占病死したとの広報を受け取る。終戦後は、初の兄を頼り、六戸村る間木のる間木駅前に、転居。 ふるまぎ小学校に転校。中学1年秋までを過ごす。ハツは、新中軍の米軍キャンプで働き、米軍差し押さえの民家に移る。1948年、三沢市立ふるまぎ中学校入学。ハツが、福岡県の米軍ベースキャンプへ移ったため、青森市の母方の王子である、坂本雄三の映画館、歌舞伎座に引き取られる。青森市立の脇中学校に転校。 1949年、坂本拓に引き取られる。中学2年生で慶武久ケと友人になる。苦作をしていた慶武氏の影響を受け、俳句へのめり込んでいく。文芸部に入り、俳句やし、童話を学校新聞に書き続ける。1950年、青森市営球場で藤本秀夫が達成した、日本プロ野球史上初の完全試合を現地で観戦する。 1951年、青森県立青森高等学校入学。新聞部、文芸部に所属。山彦俳句会を結成し、高校1年生の終わり頃、校内俳句大会を主催。全国学生俳句会議結成。俳句改革運動を全国に呼びかける。慶太けしと俳句雑誌。 牧羊神相関、1954年の第7号まで編集、発行を続ける。同期生に沢田恭一がいたが、たまに学校をサボって、共に映画を鑑賞する程度で、特別親しい間柄ではなかったとされる。高校時代の寺山は坂本が新築した青森市松原の家に下宿し、堤川の堤防を通り、青森高校に通学していた。 1954年、早稲田大学教育学部国文学科に入学した。山田太一とは同級だった。早稲田大学短歌会に入る。寺山は12歳から13歳頃から短歌を読み始めたというが、熱を入れて短歌を読み始めるきっかけとなったのが、短歌研究1954年4月号に掲載された一般からの公募から選ばれ、 1> 第1回50種 A で特選となった中条文子の入房喪失であった。中条の作品は花壇で大きな反響を生み、第2回の50種映の公募には第1回の約2倍の約800名からの応募があった。中条の短歌は花壇の主に若手から強い指示を受けたが、寺山もまた中串区の短歌に感動し、短歌を読む意欲を高めた。寺山は、 短歌研究の第2回50周映に、父返せと題して応募した。短歌研究編集長の中井秀夫は、寺山の作品を特選とした。後に、中井秀夫は、自らのことを、いいものを、いち早く見て取る目を持っていて、ほとんど謝らないと、自負を述べている。中央歌壇では無名であった、中条文子、寺山修司という稽な才能を見出したのは、名編集者。 中井秀夫の敬願あったればこそであった。中井秀夫は特選とした寺山修司の父会戦の発表に際して多くの配慮をした。まず題名をチェホ夫妻と市、既存家団からの反発などを考慮して17種を削り、短歌研究1954年11月号に第2回50種へ特選として発表した。寺山は短歌研究1954年12月号に 火の形状と題した入選者の抱負を発表している。その中で、僕に短歌へのパッショネートな再認識と決意を与えてくれたのはどんなカロンでもなくて、中条文子の作品であった。と書いている。中条文子の入房喪失は、既存家団からの激しい反発を浴びた。一方寺山のチェホ夫妻は、当初、比較的反発は少なかった。 しかし間もなく、寺山は、激しい批判、反発にさらされることになる。寺山は、俳句の世界でも注目を浴びていた。寺山の短歌が、中村草太を、斎藤三吉らの俳句作品の模倣であるとの批判が、俳句界から上がったのである。楠本健吉は、寺山の短歌に対して、俳句は、クロスワードパズルではないと、激しい反発をあらわにし、寺山のことを、 模倣小僧と揶揄する声が上がった。実際、中村草太夫のよく知られた俳句を短歌として引き写したかのような作品もあって批判を受けることはやむを得なかった。模倣問題が明るみに出ると、俳句界から始まった批判は歌壇にも広まり、袋叩きの様相を呈するようになった。寺山を、 第2回短歌研究50種年特選とした中井秀夫は、歌壇からの批判に真の意味での新人を欲しない、至急的な体質を見た。中井は寺山用語の論人を張った。中井は写実を基本とする既存短歌のあり方に疑問を持たない、歌壇に激しい不満を抱いていた。 乳がんで死を目前とした中条文子の不幸の演技性を帯びる短歌、まだ十代のみずみずしい青春ドラマのような寺山、修二の短歌は作品としては極めて大きな違いがあるものの、共に平凡な日常映を良しとした既存短歌の世界からの極めて大きな飛躍であったという面において同じ方向性を持っていた。中井にとって生命力を失いつつあった。 写実絵を基本とした既存短歌に対するアンチテーゼとして、寺山修司の短歌は守っていかねばならないものであった。寺山の短歌は、当初から寺山本人自身を短歌に託すというよりも、あくまで自己表現の一手段として、使いこなす傾向が顕著であった。そのため、短歌を自らの感情を増幅させ、変換させたフィクションの世界として作り上げていった。 寺山は短歌による分断レビュー以降、評論、地、演劇、映像などに多彩な才能を開花させていくが、寺山にとっては別ジャンルの媒体ではなく、同時に繰り広げられていく世界のものであった。狭い一つのジャンルに止まることなく、寺山自身のいわば、寺山ワールドを様々な形で繰り広げていくのが、寺山の芸術の大きな特徴であり、後に、職業は、 寺山修司ですと自称した寺山は、コラージュ、モンタージュ等の技法を駆使し、事実と虚構が入り混じる世界を構築していった。1955年、19歳の寺山はすでに、本当に自分に誠実であるためには、どんな手段でもとって言いたいことを言うべきだ。そこになんかの形で、就職や風刺や演技ということが入ってくるんで、そういうものを見ると、 目の色変えてポーズだなんてけなすのは滑稽だと思う。彼らには本当に言いたいことがないってことじゃないか、と語っている。チェホ夫妻で第2回短歌研究新人賞を受賞する。混合性腎臓炎で立川の病院に入院。1955年、ネフローゼと診断されて長期入院となり、翌年、在学1年足らずで退学、生活保護を受ける。 諸女銀曲、忘れた両文が、早稲田大学の大熊高堂、緑の司祭で上演され、それを見た、谷川俊太郎の病院見舞いを受け、交際が始まる。1957年に第一作品集、我に5月を、1958年に第一歌集、空には本を刊行する。1959年、谷川の勧めで、ラジオドラマを書き始める。投稿した、 中村一郎にて民放会長賞を受賞。また、石原慎太郎、江藤敦子、谷川俊太郎、大江健三郎、浅利慶太、永六助、真湯澄敏郎、福田義行らと若い日本の会を結成60年安保に反対した。1 9 6 2年2月、第3作目のラジオドラマ、大人狩りが放送される。同年、 アサリが肌上げした劇団式で、戯曲、血渡ったまま眠っているが上演される。また、篠田雅宏監督作品のシナリオを担当し、大島渚と出会う。25歳で初と四ツ屋のアパートでおよそ12年ぶりに同居。1963年、小畜の女優だった九条と結婚し、初とは別居となった。結婚式は4月2日に、カトリック、 吉祥寺教会で挙げた。結婚生活については二人で映画を見に行くこともあったほか、犬好きのため九条がアルバムに犬の写真を貼り、寺山が記録を書き込むなど、良好だった様子が伺える。矢崎康久、和田誠、立木義博九条京子の寺山修司を語る座談会では、九条だけが知る寺山の様子を話す場面も見られる。夫婦喧嘩では、 妻がわめき散らして、旦那が手を出すという形式ではなく、寺山が九条を言葉で解き伏せている間に、九条が手を出すという形だったと語っている。現代の青春論と題し、家出の進めをまとめる。1964年、放送刺激、山乳がイタリアショーグランプリ受賞。放送刺激、大礼服が芸術祭奨励賞を受賞。 1960年代半ば以降からは、学研の高3コースにて、高校生の死の選者を務めて、多くの若い才能を掘り起こしたり、新書館の少女無結集レーベル、フォアレディースを編んだりするなど、青少年のカリスマとしての位置づけを強めていく。1963年に、現代の青春論を刊行。寺山の墓1967年1月1日、横をただ乗り、 アズマ九条栄子らと劇団、天井桟木を結成。4月18日、創月アートセンターで、旗揚げ公演、青森県のセムシ男を上演。6月、新宿末広亭で、第2回公演、大仙デブコの犯罪。アートシアター、新宿文化で、第3回公演、毛川のマリー。同作に出演した、三輪明広は、 この頃の寺山をあまりにもシャイで人の目を見て話せない男と評している。3月、評論集、小ステヨ、街へ出ようが刊行される。33歳で苦情と別居。1969年、西ドイツ・フランクフルトの国際実験演劇祭に招かれ、毛皮のマリー、犬神を初の海外公演。カルメン巻きの字には、 母のない子のようにの作詞を手掛ける。同年12月12日、天井桟敷と上京劇場の団員ら乱闘事件を起こし、東十郎と共に暴力行為の現行犯で逮捕される。きっかけは、双方の劇団がお祝いとして中古の花輪や葬儀用の花輪を送り合ったことによるもの。1970年3月24日、漫画、明日の城の登場人物。 リキ徹シ・トールの葬儀で葬儀委員長を務める。34歳で苦情と離婚。離婚後も彼女は晩年の寺山の良き協力者となった。1971年、ショーステーオ、町へ出ようで劇映画に進出。サンデモ映画祭でグランプリを獲得。フランスのニースでサッカルクレジオと二日間語り明かす。ロッテルダム国際史人祭に出席し、詩を朗読。 ナンシーの演劇祭で人力飛行機ソロモン、ジャシューモン公演。ベルリンのフォーラムシアターでジャシューモン公演。ベオグラード国際演劇祭でジャシューモンがグランプリ受賞。1974年映画田園日誌が公開され文化庁芸術祭奨励新人賞、芸術編賞新人賞を受賞。1975年杉並区内で上演された 市街劇、ノックが、住民の通報により警察沙汰となる。1979年、観光編で入院。1979年、寺山修司、天井さじきの演劇レミングが、東京晴海で公開された、当日開演を待つ客の長い列に、寺山修司が、客に顔見せ確認をしながら歩いてきた、みんな感激しながら静かにこの認識を体験していた。 みんなこの認識も演劇の主題の一部に違いないという了解表情であった。1980年7月13日午後10時頃、渋谷区宇田川町で取材中、アパート敷地に住居侵入した容疑で警視庁渋谷警察署に逮捕。アパート経営者の息子は5年ほど前もしばしばこのアパート付近をうろつき、一度は警察沙汰になったこともあったため、 また来たと思って警察に届けたという。容疑を認めた寺山は二日後に釈放され、住居侵入罪で略式起訴され八千円の罰金刑を受けた。毎日新聞は、寺山修司が覗きアパート侵入、捕まる。罰金で釈放。読売新聞は、寺山修司が覗き女性アパートで二度も突き出され、罰金と報じた。このスキャンダルにより、 寺山の一切の仕事は無期延期とされたが、寺山は市外における訪問劇ノックの上演地をリサーチしていた中の敷地内立ち入りであり、覗きの現行犯ではない旨の反論を週刊朝日に書いた。渋谷署副所長の清水誠七も覗きののの字も広報簿には載せていませんと発言している。1981年、観光編の再発で再入院。 1982年、朝日新聞にし、懐かしの我が家を発表。パリで天井さじき最後の海外公演を行い、土んを上演。1983年、東京都港区三谷在住中に観光変を発症しや佐賀屋の河北総合病院に入院後、腹膜炎を併発し、5月4日に排血症のため死去、47歳を打つ。葬儀委員長は、 谷川俊太郎。1993年4月から5月、新、寺山修司店、寺山ワールドが西武池袋百貨店にて開催された。1995年、13回期を記念して、砂小屋書房が寺山修司短歌賞を開始。1997年、青森県三沢市に、三沢市寺山修司記念館が建てられた。2001年、 朝日新聞社により朝日舞台芸術賞が創設された。グランプリ舞台芸術賞などの中に将来が職望される新鋭で精神さあふれる個人団体に対して贈られる寺山修司賞がある。2008年をもって休止となった。2006年国際社会における寺山修司研究の促進と開演相互の親睦を目的として国際 寺山修士学会が発足した。4月1日、設立準備委員会が愛知学院大学美進学者にて開催され、5月6日、設立総会見第1回大会が名古屋市民会館第一会議室にて開催された。その後、およそ年2回の頻度で大会が開催されている。また、2007年よりおよそ年1回の頻度で論文集。 寺山修司研究が発行されている。映像アート作品のフェスティバルとして1987年から開催されているイメージフォーラムフェスティバルの一般公募部門に若手作家を対象とした寺山修司賞が新設された。2008年2月、生前未発表の短歌が田中道編さんにより月食書館として刊行された。2015年、 寺山修司生誕80年の関連行事が多数行われた。代表的な公演を下記に挙げる。2018年、没後35年を迎え、神奈川近代文学館で、寺山修司展一人ぼっちのあなたに、から11月25日が開催された。三浦正史、田中道、祖父江誠が編集委員を務めた。寺山の競馬との出会いは1956年。 ネフローゼで入院中、同室の韓国人から賭博とともに、それを学んだ。1962年、山野光一と親しくなった頃から、足しげく競馬場に通うようになり、1963年、ヒーンはミオソチスに浸水して、競馬エッセイを書き始め、競馬を人生やドラマになぞらえて語るなどの独特の語り口で人気を博した。 1964年には TBS テレビのドキュメンタリー番組サラブレッド我が愛の台本構成を手掛けている。1965年、八オチ疑惑が持ち上がった立花賞のパトロールフィルムを大川慶次郎、虫明や両務と共に見た寺山は、どこが八オチなのかわからないと発言し、八オチ疑惑を否定した。1968年、船橋競馬のある機種から、 寺山さんのエッセイは、中央競馬寄りという批判を受けたことをきっかけに、船橋競馬のある騎手と新宿で会談、自身の不明を恥じた寺山は、ユリシーズの場所となる。生涯ただ一頭だけの馬所体験であった。1970年からは、放置新聞競馬面に、寿司屋の生、バーテンの漫画など多彩な人物を登場させて、競馬を予想した、見どころ。 風の吹くままというコラムを連載し、これは1983年4月、死の直前まで続いた。このコラムは後に、競馬場で会おう、シリーズとしてまとめられている。競馬界のスポークスマン的存在で、1973年には、日本中央競馬界のコマーシャルに出演。カモメは飛びながら、歌を覚え、人生は遊びながら年老いていくという自作の詩を朗読。 1974年に、ハイセイコーが引退すると、引退記念レコード、さらばハイセイコーの構成、詩の朗読を行った。1978年の日本経済新春配で、テンポイントが骨折し、2ヶ月後に死亡すると、追悼し、さらば、テンポイントを残した。この詩は、寺山自身が番組構成に携わった、関西テレビのテンポイント追悼特集番組。 風花に散った流星で紹介され、1991年に VHS ビデオ、もし朝が来たらテンポイント物語として、ソニーミュージックエンタテインメントから発売された。1978年6月には、NHK が制作した、ルポルタージュ日本、ダービーの日という番組に進行役として出演。同年5月28日に開催された、日本ダービーでの、 東京競馬場の長い1日をレースに起乗する福永洋一、岡部幸男、柴田正人の同期3名の騎士を中心に調教し、観客らの姿にスポットを当てて描くというドキュメンタリーの形で綴った。1981年のカブトシロー、薬水未遂騒動の際には、寺山を中心とした10人の競馬ファンの連名で、中央競馬会に抗議文を提出。 1982年に、寺山が選んだ、私の忘れがたかった馬ベスト10は、ミオソキス、カブトシロウ、モンタサン、ホワイトフォンテン、テンポイント、ハイセイコー、メジロボサツ、ユリシーズ、タカツバキ、テキサスシチー。騎手では、中島刑事、後に、吉永雅人をひいにした。まだ人気にも話題にもなっていない頃から彼らを、 熱心に取り上げ、ダービーに勝つまで書き続けるとしていた。中島、吉永ともに、ダービー制覇を成し遂げているが、吉永が、ミスター CB で悲願を達成したのは、寺山が救世した3週間後だった。放置新聞系場面予想コラム、風の吹くままの最終回は1983年札起承の当日で、寺山は、勝つのは、ミスター CB と記し、 吉永とミスター CB の勝利を確信していた。寺山は動物好きだった。一人っ子で寂しがり屋だったためとする説もある。作詞した楽曲は歌詞提供だけでも100曲以上、演劇、映画関連のものを含めると優に600曲を超える。ジャスラックデータベースにおいては、寺山修司で検索をかけると987作品が登録されている。ゆえに、 ジャスラック未登録の作品を含めるとこれ以上の作品数が存在する。また昭和42年制定の長野史家の補作史も行っている。三沢市寺山修司記念館。ありがとうございます。